ゴードン・キヨシ・ヒラバヤ氏、1918年4月23日から2012年1月2日は、アメリカ合衆国の元社会学者で、第二次世界大戦期のアメリカにおける、日系人の強制収容に抵抗した人物の一人として、知られている。現在の長野県安曇野市出身で、井口紀元寺の主催する、県成吉塾で学んだ後に渡米し、生花店を営む父、春後と、 母、密の間に、ワシントン州シアトルにて生まれる。平林森と陸軍中将と、その三男で、元安住の市長の伊三郎の家は、春後の聖火の本家にあたる。一家は無教会主義キリスト教の信者であった。オーバーアン高校を経て、ワシントン大学を卒業した。大学時代は YMCA に参加し、それを機に、宗教的平和主義者となった。平林は、 日系人に対する強制収容が行われた当初は受け入れることを考えたが最終的にはミノル安イに次いで同処置に逆らう二人目の人物となった。時を同じくしてクエーカーが設立したアメリカフレンズ法師団に参加するようになった。1942年5月16日には夜間外出禁止令違反の容疑で FBI に出頭し同時に 日系人への強制収容を人間の尊厳を犯し、生きる権利を否定するものだなどと求断した上で、この国が培う民主主義の規範を維持していくことが私の義務だと考えると述べ、命令服従を拒否する書状を提出した。同年10月20日に懲役90日を宣告されたが、その後もアメリカ自由人権協会の支援のもと、合衆国最高裁判所に上訴した。 しかし、翌1943年6月に裁判所は、平林への有罪判決を満場一致で採決した。奇妙なことに、当局は、平林を刑務所へ送るための処置を何も行わなかったため、彼はヒッチハイクでアリゾナ刑務所へ向かった。その上当局は、平林の到着が2週間遅れたために、関係書類を紛失したことを彼に告げた。 当局は平林に対し一旦帰宅するよう提案したものの彼はそれが疑いを起こす可能性があることを恐れたその後当局は書類が見つかるまで彼に食事や映画のために外出を許可することを提案した平林はこの提案に同意し当局は後に彼に関する事務書類を見つけたという戦後はシアトルのワシントン大学で 社会学の博士号を取得した後、デワノンベルートやエジプトカイロの大学を経て、1959年にカナダのアルバータ大学で教鞭を取るようになり、1970年から1983年の引退まで同大学人文学部社会学科の学科長も務めた。社会学者としては、ブリティッシュコロンビア州におけるドゥホボル派のロシア系住民やエジプトの村社会における 政治意識、ヨルダンにおける社会的変革、アジア系アメリカ人に関する研究を行った。引退して間もなく、カリフォルニア大学サンディエゴ校のピーター・アイロン教授が、1942年にアメリカ政府が平林の裁判に直接影響を及ぼすような違法行為を行った事実が明記された資料を発見した。これをきっかけに、連邦裁判所において、 平林の再審が始まり、1987年に有罪判決は覆されることとなった。引退後も人権用語に関する活動を積極的に行っていた。2012年1月2日、カナダのアルバータ州エドモントンで死去。93歳を打つ。2012年5月29日、戦時中の強制収容に対する反対運動を強化され、 大統領自由勲章を授与された。ありがとうございます。